電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私ですね、最近本当にまあちょっとありがたいことに忙しくさせていただいておりまして、もう一番忙しい時なんかもう夏場なんかはほとんど京都にお寺に2日か3日いるっていうぐらいの日があるぐらい、忙しくさせていただいてるんですね。で、夏に限らずですね、年中、ご講演の依頼をいただいたり、ちょっといろんな執筆活動、あるいはこう YouTube のコラボもそうですけれども、テレビの出演とかですね、いろんなことで声をかけていただいて、なかなかこう京都にいることが少なくなってきたんですね。で、先日なんですけれども、ちょっと沖縄の方で、このチャンネルでも告知をさせていただきましたけれども、沖縄の方に講演に、行かせていただいてたんです。で、その沖縄に行った時の、出来事なんですけれども、私皆さんスタッフさんと、お食事をいただきまして、で、明日の予定なんかをですね、ご飯を食べながら皆さんと話し合うんですけれども、何時何分に、私が楽屋に入ってですね、で、何時何分から、お話を始めてこういうような内容で進めていきましょうというふうな話を、させていただいてて、で、ちょっと私だけですね、スタッフさんを残して、私だけちょっとある程度分かりましたんで、ちょっと先に部屋戻ってますということで、私だけ部屋に戻ったんですね。で、部屋に戻って何をするかと言いますと、ホテルの部屋で、なんせもう毎月原稿に追われているような状態なので、締め切りが来るものを順番にずっと、パソコンでですね、打っていくわけですけれども、売ってると調子がいい時はなんですが、ガッと自分の世界に入れる時があるんですね。で、そうなりますともうずーっと文章が進むんです。で、ずーっと調子よくわーっと進めてる間っていうのは、他の方が、住職って声かけてくださっても、もう全然聞こえないんです。もう極端なこと言えば、真横に立っておられても、もう集中してると全く聞こえないんですね。ですので、スタッフさんは大体こう、画面と私の目の間を手でこう遮るようにしてですね、声をかけてくださるんですけれども、そういうような状態で、沖縄に行った時もホテルでずっと集中してると、その状態にどんどん入れていったんですね。で、調子よく文章が進むなと思って、うわーっと打ってますと、その文章っていうのが、ある、お寺さんの解放の、文章だったんですけれども、悪いことをしてはいけませんとか、因果応報で必ず報いがありますなんて文章をずっと打ってますと、ちょっとね、部屋の中から、あーっていう声がしたんです。で、なんか今、猫の鳴き声のようななんか声がしたなと思ったんですけれども、普段こういったことないんですよ。集中してますと、先ほども申した通り、もう周りの声は全く聞こえないんですけれども、この日はなぜかね、その、うという何か動物の鳴き声のようなものが聞こえたんです。一瞬私手を止めまして、あれ?なんか声がしたかなと思ってずっと耳を澄ましてるんですけれども、お隣の部屋にも全く声はしませんし、外からも声はしないんですね。でも気のせいかなと思って、また文章をずっと打ち始めると、またですね、その全く周りが見えないような状態の調子のいい状態になりまして、うわーっと書いてたんです。そうしますと、ごめんなさいって聞こえるんです。この声っていうのがね、明らかに女性なんですね。で、ごめんなさい。これ二つの意味がありますよね。一つは謝罪です。もう一つは、今失礼ですけれども声かけていいですかというような、ごめんなさい、ちょっといいですかのごめんなさい。その中間のような感覚の、ごめんなさいが聞こえてきたんです。で、私また手を止めまして、あれ、集中できてるように自分で思ってるけれども、案外、全く集中できてないのかな。そう思いながら、ちょっと声が気になりましたんで、廊下の方に、こう、戸を開けて出てみたりですね、部屋の中もちろん人はいないんですけれども、どっか壁が薄くて、隣の声でも聞こえてるのかなと思って、耳を澄ましてみたり、いろいろするんですけれども、全く物音しないんですね。で、しかもですね、原稿をずっと書き進めてる上で、もう、夜も、だんだんと深くなってきましたんで、お休みになってる方も多くおられたので、そんな声がするような場面っていうのはないなと思いながら、また私再び、原稿を書き始めたんです。原稿をまたずっと書いてますと、こう誰かが覗き込んでるような気配がするんですね。
で、パッとこう周りを見るんですけど、もちろん誰もいないんです。で、この何かの気配っていうのがですね、まあ、どこかから何か気のせいで見てるような気配というよりも、もう確実に部屋の中に誰かがいるというような気配なんです。で、まあ、時折そういうことが私ありますので、あ、誰か来られてるのかな、亡くなられた方が何かおられるのかなと思いながらも、まあ、このままとりあえず文章を打ち込もうと思って、また再びずーっと打ち始めたわけです。ずーっと打ち始めてますと、またごめんなさい声がするんです。私その声を無視してずーっと書いてたんです。聞こえてはいたんですけれども、もう聞こえないふりを一旦しようということでずっと書いてたんですね。そうしますとまたごめん、そう聞こえるんです。ごめんなさいではなくてごめんに変わったんですね。このごめんという声がなんとなく小さな女の子のような声なんです。で、あ、小さな女の子が何か謝ってるような声だな。で、ごめんなさいであれば、まあちょっと今失礼しますという意味もあるんでしょうけど、ごめんだけだったので、あ、これは何か謝罪の意味があるなと思いながらも、原稿をまだ集中してずっと打ち込んでたんですね。そうしますとやがて、なんか女の子の泣く声がするんです。で、その泣く声がですね、二度ほど今のようにえんえんと聞こえたんですけれども、なんとなく本気で泣いてるというよりは、どちらかというと、まあ嘘泣きというと語弊があるかもしれませんけれども、気を引きたくって小さな女の子がえんえん泣いたふりをしているような、そんな感じの声だったんですね。それでも私はもうあとラストで、もう少しで文章が出来上がりますので、またその声を無視してずーっとパソコンで打ち込んでたんです。そうしますと、倒しちゃった、そう聞こえるんですね。そこで私ようやく、あー、なんか聞き覚えのある声だなと思ったんです。この声って言いますのが、京都の蓮宮寺にいる座敷わらしの声なんですね。実はまあこの声を聞いた方っていうのは少ないですけれども、非常にこう、なんて言うんですかね、響くような、ホールで喋ってるような、小さな女の子が、ホールで喋ってるような幼い声が、響いてるような感じなんですね。で、それが聞こえてきたので、あ、これはもしかすると、京都の座敷わらしが何か倒しちゃって、私に謝りに来たんだなと思ったんです。と言いますのがですね、子供を信じてもらえないかもしれませんけれども、タンスが動いたりするんです。もうこれを言うと、とうとう住職頭おかしくなったんですかって言われそうですけれども、もしなら、土日、連休時は朝10時から夕方、4時頃まで開けてますんで、来ていただいたら、副住職がいつも、いるんですけれども、副住職も、目撃してるぐらい、こうタンスの突っ張り棒、地震が来た時に倒れないような突っ張り棒をしてるんですけれども、突っ張り棒ごと右へ移動してるという。で、これ工事中の出来事だったんですけど、工事に来られた方も、あれ、昨日ここにあったタンスがこっち行ってますみたいな話になるぐらい、ちょっとこう特殊な能力をうちの座敷わらしさんは持ってるんですね。で、よく見ると お寺のガラスなんかも、実は今朝もそうだったんですけども、子供の手形がパタパタついてて、もうつけちゃダメよっていう話をしてたんですけれども、今日もまた朝ついてるような状態で、少しこういたずらをするんですね。そして物を倒すことも結構ありまして、で、私が本堂の仏様とか、外に並んでる七福神さんとか、ああいった方に、をポンと押すようなことは絶対ダメだよっていう話をしてたんですが、どうやらわざわざ沖縄のホテルまで言いに来るということは、もしかすると何か仏様にを倒してしまったとか何かかなと思って、まあもう夜遅かったんでね、確認することもできないなと思ったんですけれども、唯一確認できるのが、今実は防犯カメラをお寺につけてまして、これが携帯で見れるんですね。リアルタイムに今お寺はどうなってるかとか、あるいは何分前はどうだったかっていうのが遡って見れるようになってるんですけれども、私その声がハッと来た時に、あ、もしかすると外で異常があった場合、これで映ってるかもしれないと思って、見たんですね。
そうするとこんな映像が、撮れてました。少し、見ていただこうと思います。これすごく不思議でしょ。もうまさに誰かがポンと押したようにストーンと倒れられますけれども、これをどうやら、あ、押して倒しちゃったんだな。防犯カメラの、時間と日にちが入ってたと思うんですけれども、遡っていただければ私が沖縄にいることも、分かっていただけると思うんですが、まあ、こういう、まあ、ちょっとした本人は悪気はなかったんでしょうけれども、外を走ってる時にポンと手が何か当たったんでしょうね。そうすると、倒れてしまった。で、それを誤りにわざわざ沖縄まで来てくれたんです。で、これ面白いなと思ったのがもう一つあるんですね。私が売ってた文章ですね。この文章の中身っていうのが因果応報、悪いことをしたら悪い報いを受けるよ。だから必ず反省しなくてはいけない。まあそんな風な内容を打ち込んでたんですね。もしかすると座敷わらしが私のところへ来てどうしようどうしようと思いながら、ふと私のパソコンを覗き込んだ時にちょうどタイムリーにですね、そういったことを書いてたので、あ、これは偉いことだと、謝ってくれたんではないかなというふうに、まあ、思うわけです。まあ、私たち人間もそうなんですけれども、必ず人間は失敗しますね。で、失敗してもこの座敷わらしちゃんのようにですね、ごめんなさい、誠心誠意謝罪することで罪は少し軽くなるわけですね。もちろん取り返しのつかない失敗っていうのも世の中には多くありますけれども、でも大切なのはその失敗にめげずにですね、前に進んでいくことなんです。ですからよく、過去にこういうことがあってトラウマになってて、それをなかなか克服できずに、社会に出ていけないんですっていう若い方もおいでですけれども、どうかですね、そういったものをどうかかいぐりくくってですね、もうその壁をぶち破って前に進んでいただきたいですね。で、もし何か社会に出て失敗した時には素直にごめんなさい、すいません、謝れるような大人になっていただきたいなというふうに思います。まあこの、メッセージはですね、今蓮休寺にいる、座敷わらしちゃんにも、届けばいいなというふうに思っております。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。